地球温暖化への対策のうち、温暖化そのものを抑制する緩和技術の一環として、エネルギー供給での対策の必要性が指摘されている。この目的のため、2030年や2050年までに、エネルギー由来の排出量を数割から半分以上減らす必要性が指摘されている。その一方で世界のエネルギー需要は増大が予測されており、 排出量削減とエネルギー供給量の増大の二つの目的を同時に満たすために国際的かつ大規模な対策の必要性が指摘されている。国際エネルギー機関は我々の現在の方針は持続可能ではないと指摘した上で直ちに政策的措置を講じるとともに前例のないスケールで技術の転換を進める必要があると指摘している。特に 大規模な排出源である、発電、製鉄、運輸部門などでの削減努力は必須とされ、そのために再生可能エネルギー、原子力発電、二酸化炭素回収貯留、省エネルギーなど様々な技術を普及させる、必要性が指摘されている。現在の世界の温暖化ガスの年間排出量は、炭素換算で約72億トンで、自然が吸収できる量の2倍以上と見積もられている。 このため温暖化ガスの安定化濃度を CO2 換算で 450ppm にするためには2050年までにエネルギー由来の排出量を半減させる必要があるとされる2004年における部門別の直接排出量は下記のように見積もられている IEA は大気中の CO2 濃度を 450ppm で安定化させるために エネルギー関連の二千五十年までの排出削減量のうち、再生可能エネルギーで二十一パーセント、二酸化炭素回収助留で十九パーセント、原子力発電で六パーセントを削減し、残りの五十四パーセントを省エネルギーや燃料の転換で削減するシナリオを示している。日本においては温暖化ガスの排出量は CO2 換算で約十三億四千万トンであり、 京都議定書で定められた基準の総排出量を12億6100万トンを6.2%上回っている。その大部分は二酸化炭素で占められている。2006年度における主な部門別の内訳及び1990年度に対する増減率は下記のようになっている。直接排出量、発電所など直接排出する側で集計した場合、間接排出量、 工場や家庭などエネルギーを消費する側で集計した場合、直接排出量では発電や運輸部門の排出量が大きく、間接排出量で見ると鉄鋼や民生部門での排出量が大きい。このため、これら部門での排出量削減努力が特に重要視されている。日本は2050年までに排出量を60から80%削減する方針を打ち出しているが、 2020から30年頃までの中期目標については具体的に決まっていない。詳しくは地球温暖化への対応の動き、日本国内の政策面での動きを参照されたい。風力発電用の風車群温暖化対策においては、特に今後10から30年ほどの緩和の努力が重要とされている。そのため、今後10から30年ほどの間に普及が見込まれる。 緩和技術の重要性が指摘されている。これに該当するエネルギー供給に関連する緩和技術としては、下記のようなものがある。個々の対策には、それぞれ特有の限界もあり、特定の対策の割合だけが増大すると、費用対効果が悪化するため、エネルギー供給システム全体で考えることが必要と指摘されている。例えば、下記のような課題が指摘されている。 国際エネルギー機関による予測では、大気中の CO2 濃度を 450ppm で安定化させるため、2050年までの排出削減量のうち、再生可能エネルギーで21%、CCS で19%、原子力発電で6%を削減し、残りの54%を省エネルギーなどで削減するシナリオが示されている。エネルギー以外の技術では、 基本的に炭素プライシングが必要とされる。TCO2 あたりのおよその対策費用は、発電部門では0から100米ドル、二酸化炭素回収貯流は50から300ドル、運輸部門は100から800ドル程度とされる。ただし温暖化問題とは独立に、石油資源の枯渇に伴う不足分を補うには、やはり大規模な投資が必要と指摘されている。 10から30年後までの普及は今のところ見込まれていないが、それ以降ならば普及する可能性があるものとしては、下記のようなものが挙げられる。ただしいずれも開発、研究段階のため実用化できる確証はなく、今後10から30年間に大量普及する見込みは現時点ではない。発電由来の CO2 排出量の削減が求められる一方で、世界の電力需要量は、 今後も増え続ける見込みである。この二つの要求を同時に満たすため、再生可能エネルギー、原子力発電のほか二酸化炭素回収貯留などの利用が必要とされている。再生可能エネルギーは、現在の世界のエネルギー供給においては、枯渇性燃料よりも少ない量しか利用されていないが、その多くは発生エネルギー量あたりの温暖化ガスの排出量が低く、 かつその資源量が膨大かつ無人蔵であることから大きな排出量削減ポテンシャルがあると見積もられている。2008年現在では風力発電や太陽光発電などが世界で急速に利用量を伸ばしている。風力発電風によって発現する。世界の電力需要量の数倍に相当する電力を発電可能と見積もられており、設備の大型化によって採算性も 比較的良くなったことから近年急速にその普及量を伸ばしている。温暖化ガス濃度を 450ppm で安定化させる場合、2010から2050年の風力発電の導入ペースは平均で年 50gw 以上に達すると予測されている。太陽光発電、太陽熱発電太陽光や太陽熱によって発電し膨大な資源量が利用可能である。 昼間のピーク時に最も多くの電力を供給できるメリットがある。太陽熱発電は、蓄熱によって日没後も発電可能であり、直射日光の多い地域での普及が期待されている。太陽光発電は建造物、砂漠など様々な場所に設置できる特徴があり、途上国などでの独立蓄電型システムの普及も期待されている。いずれも現時点ではコストが、 比較的高いものの生産量が増えるに従って値下がりするため今後の普及を見込んで生産量が急拡大している。普及ペースは風力発電よりは遅いが2050年までには世界の電力市場の一角を占めると予測されている。また他の発電方式の供給量の限界から2100年には 世界の電力市場の半分以上が太陽光発電や太陽熱発電で供給されるとも予測される。日本では2008年福田ビジョンにより2030年までに太陽光発電の普及量を現在の40倍に引き上げることが発表されている。バイオマスエネルギー源としてのバイオマスは多岐にわたる。特にガスや液体、ペレットなど過半性に富む形態の燃料としての 利用が期待されている。運輸部門における化石燃料の代替としてバイオエタノールなどの開発が盛んである。ただし技術や生産条件によっては食料生産と競合したり排出量削減効果が少なかったりする問題も発生しており質の管理の必要性が指摘されている。水力発電調水式の水力発電は出力調整がしやすい特徴を持つため 用水発電などを含めて発電量の調節に用いられてきた。ただしダム建設などに伴う環境破壊が懸念されるため近年はダムを必要とせず途上国などでも導入が比較的良いであるマイクロ水力発電が注目されている。地熱発電膨大な資源量を持ちベースロード電源としての利用ができる。世界全体での供給割合は少ないが国によっては エネルギー消費量の数割を供給する場合もある。火山国である日本は潜在的資源量が多く、高温岩体発電などの技術を用いれば少なくとも 38GW の発電が可能と見積もられている。その他の再生可能エネルギーその他にもヒートポンプ、海洋エネルギーなどがある。詳しくは再生可能エネルギーを参照されたい。バイオディーゼル燃料、または 都市ガスを燃料として、ディーゼルエンジンないし、ガスエンジンで発電し、同時にエンジンの排熱で給湯を行う方式。総合熱効率で70から75%と、高く、比較的高価な燃料を使用しても採算が取りやすい。バイオディーゼルないし植物系、アルコール燃料を使用すれば、カーボンニュートラルになる。家庭用。 業務用電源として、カキピルマ電力のピークカット電源として期待されている。火力発電所において、石炭や重油から天然ガスなどのより炭素含有割合の少ない燃料に転換することで、発電量あたりの排出量の削減が図れる。天然ガス等を燃料とし、ガスタービンで発電した後の排気排熱で蒸気を発生させ蒸気タービン発電を行う。 プラントの規模にもよるが、熱効率を在来の蒸気タービン火力発電所よりも高くできる。このため燃料消費が少なく、CO2 排出が在来型の60から86%で済む。廃棄物を燃料として利用することで排出量削減を図ることができる。先進国、特に日本などにおける製鉄業のエネルギー効率は、 世界的に見て比較的高い。このような国で用いられている技術を途上国などの比較的低効率な製鉄所に適用することによって大幅な排出量削減が見込まれている。現在の大都市にある製鉄所でも実施可能なのは鉄、ガス閉鎖である。具体的には鉄鉱石の還元に使用された後の使用ガスを製鉄所所内発電に使わず、 C1 化学の原料に使いフィッシャーと六種、ポーなどによって自動車燃料を合成し、不足する製鉄所内電力は原子力発電電力を売電するというもの。日本を例にとれば、鉄鋼業界は年間1億トンの石炭をガスにしており、それを原料に数千万トンの自動車燃料を合成すれば、日本全体の石油消費と CO2 排出は数千万トン節約される。 ただし、現在の空気武器製鉄法では排出ガスに窒素が大量に混入するために C1 化学原料に使えないので LNG 冷熱利用空気分流、水の原子力熱化学分解などで安価な酸素が大量供給され、溶融還元法等酸素製鉄法に設備更新することが必要である。LNG 発電所が冷熱を利用して酸素を生産して、 製鉄所に送り、製鉄所が合成ガスを燃料合成工場に送るなど、コンビナート構成が必要とされる。従来製鉄法より CO2 を20%削減でき、価格の安い非燃結炭や、粉鉱石でも使用できる方法として、板ムック3がある。具体的には粉鉄鉱石と、粉石炭を混合した塊を、ドーナツ型のロゲ1350度に加熱して、 急速に還元し、海上の鉄を得る。それを電路で誘拐して、鋼を得る。設備が極めて小規模にでき、巨大投資が必要ないのが、最大の特徴。山本にも、設置可能で、米国メサビ鉄山の鉄を、太平洋岸に送る場合のように、貧困で、鉄道輸送距離が長い場合は、山本で、ナゲット鉄にして、酸素や脈石を除いてから、 鉄道輸送することで輸送コストを節約できる利点がある。また石炭が CO2 まで燃焼しきることで少量の石炭で大きな発熱量が得られるので CO2 発生量が少ない。山本製鉄は鉄鉱石生産国は付加価値向上、消費国は CO2 発生の添加の効果もある。世界の運輸部門における排出量は ほぼそのエネルギー使用量に比例するとされる。エネルギー使用量の構成は、下記のようになっている。対策がなければ、2050年には2000年の水準の倍以上の排出量になると見積もられている。日本の運輸部門における CO2 排出量は、自家用乗用車が約半分を占め、次いで自家用貨物車、営業用貨物車などとなっており、自動車が約9割を占める。残りは、 自動車船舶、航空、鉄道などとなっている。運輸部門における緩和技術は、主に下記のような手段に分類できる、ハイブリッド自動車内燃機関と電動機を組み合わせる、などの機構を備えた自動車で、ブレーキ作動時に運動エネルギーを蓄え、加速時に使用するものである。加減速に伴う燃料使用を節減できる。通常のガソリン車に比べ、 CO2 排出量を5から8割に減らせるとされる。電気自動車水素自動車燃料電池と電動機、または来年期間を介して水素で駆動される自動車。水素の製造方法によっては、活石燃料よりも排出量を大幅に削減できる。バイオ燃料車燃料転換航空部門における緩和技術としては、下記のようなものが挙げられている。 船舶における緩和技術としては、下記のようなものが挙げられている、ABCDEFGHIJIEA、エネルギーテクノロジーパースペクティブツに選果、環境省地球環境局、ストップザ温暖化2008、安定化濃度と、気温上昇 IPCCAR4WG、3TS フィギュア TS2 ビットハット ABCNow アネバー。 IEA エネルギーテクノロジーパースペクティブズ2008ショーズパスウェイズ2サステインドエコノミックグロースベースドオンクリーンアンドアフォーダブルエネルギーテクノロジー IEA 2008年6月 ABC パンフレットストップザ温暖化ンカ2008環境省世界と日本の排出量の推移国立環境研究所ガスインベントリオフィス 日本の温室効果ガス排出量データ2008.516日経ネット2008年5月11日7時2分の記事世界における風力発電システムの導入状況 ABCW ホフマン R キュービッシュザロールオブエネルギーストレージインザフューチャーデベロップメントオブフォートボルックパワーエピア2008福田内閣総理大臣スピーチ低炭素社会日本を目指して 参考資料を欧米における、地熱発電の導入状況を未了用地熱資源の開発に向けて、電柱券レビュー、第49号、2003年燃料転換日本、鉄鋼業の地球温暖化対策への取り組み、2008年3月2007年賞、エネルギー技術戦略 QP ディ d スの概要、板ムックさんの概要、ABCDEFGHIJK、 IPCCAR4WG3 チャプター5トランスポートイッツインフラストラクチュア運輸部門の地球温暖化対策についてありがとうございます。